皆さんこんにちは、イージー&ナイスの脇です。今日はですね、私の使っているあのミディコントローラーというものを紹介していこうかなと思います。ミディコントローラーっていうのはですね、あの、まあ、パソコンで音楽をやるときにあの USB とかでつないで、まあ、パソコンの中の音源を聞いたりとか、作曲の入力をしたりとかするためのものなんですけど、まあ、例えばね、まあ、こんな感じで、キーボードがありますね。でこういうものをあの USB でパソコンにつないで、演奏するわけですね。でこれまああの、M オーディオのキーステーションミニ32ってやつね。32件なんですけど、でミニ鍵盤ですね。でこれだとちょっとそのまあ鍵盤数は少ないんですけども、まあその分持ち運びが楽っていうことで、外に持ち運ぶときとかはね、これで運びやすいですよね。でまあ弾くとき実際この鍵盤数っていうのがどうなのかっていうと、まあオクターブボタンっていうのがこうあって、まあこれでそのオクターブ下げたり上げたりできるんですよね、そのソフトウェア的に。なんで、まあそれを使えば、結構広い音域で弾けるということですね。でそれからこれ結構まあストロークが薄いというか浅いんで、そんなにこう弾き心地は良くはないんですけども、まあ、その分薄くなっているのと、それからまあ持ち運びが楽なので結構これ長く使ってます。でこれ実は2台目なんですけど、ちょっとねここのね USB のつなぎ目のとこが弱いんですよ、この機種ね。それで1台目はねもうお釈迦にしちゃって、でこれ2台目なんですけど、で2台目なんですけどもうすでにねちょっとおかしき、最初から結構弱いんですよね、ここがね。で演奏中に接続がこう切れたりとかすることが、まあ、たまにこうコード触っちゃったりとかねするとあるんで、その辺がねこいつのまあ欠点じゃ欠点ですね。なんですけどまあだましだまし使っているという感じです。でねもう一台やって、こっちはねもうちょっと鍵盤数多いやつですね。61件の、コントローラーで、これはコルグのマイクロキーってやつなんですけど、でこれの方がねもうちょっとその、まあ、もちろん鍵盤数も多いし、あとストロークが割とこう深いんですよね。なんでキーボードとしては弾き心地がもうちょっといいということなんですけど、でもこれもまあミニ鍵盤なんで、ね、どうしてもしましまししちゃうんですけど、フル鍵盤だとねうちちょっと手狭になりすぎるんで、ちょっと今は使ってませんということで、なのでちょっとまあピアノ的にねこう、まあ、おおらかな気分で弾きたい時とかはこっちを使うという感じで使い分けてますね。それからですね、こういうものがあります。これはですね、シンセのパラメーターとか、そういうものをこういじりたいときに使うものなんですけど、ここに、まあ、つまみとかありますね、まあ、こういう感じであるんですけど、スライダーがあってこれ8チャンネルにあります。でここにまあ自由にこう自分でいじりたいところを割り振って使うものなんですけど、まあ好きにねこう使いやすいように割り振ればいいわけなんですね。で、もう一個持ってて、こっちがですね、赤いのやつなんですけど、まあこっちの方がね見た通り、つまみがすごい多いんですよ。でやっぱりねちょっとつまみいっぱいあった方がいいなとかね思ってしまうんで、こういうものを買ったんですけども、でもこれもね意外とつまみ多ければいいのかっつうとそうでもなくて、やっぱ演奏中にね迷うんですよね。で自分でこれ割り振ってるんだけど、演奏中にあれどこだっけっていうのがねパッとねたどり着けないんですよ。なんかあれ何段目のいくつみたいな感じになって、これをもうちょっとねそのミキサー的に使う場合は非常にこう便利で、まあもともとそういうもんなんでね、8チャンネルの何かを割り振って、でここにまあ例えば EQ とかね
パンポットとか、まあ、そういうものを割り振ってここにあのボリュームとか割り振ればそんなに迷わないんですけど、まあ申請のパラメータとか割り振っちゃうとね結構混乱します。でなんだかんだねあのこっちに戻すことが多いんですよ。でこれだとねあのとっさにパッとこうあのつまみに手をやった時にどこの位置に何があるっていうのが覚えてるんで、まあ、僕の記憶っていうか頭の容量にはこれぐらいがちょうどいいのかなっていう感じで、まあ、だから結局ねこっち使うことが多いです。で持ち運びも楽なんでね、なんで結構ねまあ優秀ですねこれね、安いんですけど意外と使い勝手がいいということです。なのでまあこれと、まあ、キーボードセットで使うというのがあのよくあるスタイルですね。ということで、今日はあの僕の使っている、USB コントローラーについて紹介しました。どうもありがとうございました。